どうも、小雪です。こんにちは、トイです。ミョンです。今日はですね、ちょっと緊急で動画を回しているんですけど、はい、サムネイルにもありましたように、うちの方で、まあ、写真が撮られてしまったということで、バレるのも時間の問題だと思うんですよね。結構冗談半分に僕も自分の配信とかでは、まあ、最近トワヤ君ちょっと付き合い悪いねとかね、ミョンとかどこ入ること増えたけど、トワヤ君の本当にいけなくなっちゃったみたいなこと、まあ、言ったりしても、薄々みんなも感づいてると思うし、トワヤ君もいい歳やから、いよいよっていうのもあるんでしょうけど、さすがにあの写真を撮られてしまってたらもう言い逃れがねできないと思うんで、まあ、あれが世にねあの間もなく出ちゃうということらしいし、ちょっと一部噂でもなってるんで、もう自分の口から言っちゃった方がいいんじゃないのと思ってね、今日は特別に小読みなっていいの、まあ、時間を使ってみんなに、まあ、説明のねちょっと時間を作ろうかなと。あ、大丈夫ですか、心の準備は。そうそうそう、まあ、やっちまったもんは仕方がないってこと、ね、これまず確認なんですけど、君の隣に写ってるのはまあ彼女さん合ってますよね。はい、何人かいるうちの一人ってことじゃないですね。それは小雪さんと違う。そうですね、はい、カウンターパンチで答えないでください、うん、これはそうですそうです、はい、びっくりしたのは、うん、このベビーカーなんですよ。そうですよ、だからいつの間にっていうねことなんです。ちょっと目めっちゃ開いてますけどもぶしつけながら、もう名前とかももう決まってるわけじゃないですか。もうこの生を受けてるということ、まあまあまあ、そりゃそうですよ。家族ということで会ってますよ、ね、家族ですよ。こうすごい仲睦まじい写真ですけど、ね、いい写真ですけどね。なんで黙ってたんやというね、本当に盗撮ですよこれ。最悪ですよ。あのスタッフの中にねこれね数人しか知らないだから、目立つんよなやっぱ東亜くんもな。こんなに目立たんように生きてるのに。いや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 、めちゃくちゃ目立ってるんですよ。やっぱ100万人も超えてからそこそこ僕たちもさ注目されるようになっちゃったじゃないですか。生きにくい世の中ですよ。それは別の話じゃないですか、はい、ね、幸せなことじゃないですか。スキャンダルというかおめでたいことでしょ。だっていやもちろんもちろん。いつからなんよ。かれこれ3、4、5ヶ月、3ヶ月ぐらいですかね。おやおや、うん、幅が結構あるけど、よう言わんかったね、黙っとこうと思って。そういうところだけよくわかんない YouTuber 騙しはる。確かにね、うん。でも、まあ、一応今日報告をねするというからには連れてきてるんでしょ。ほんまに出します。うん、ちなみにうちのスタッフの何人かは会ったことあるらしいんやけど、そうね、出張とかもあったからさ、はいはいはい、俺はマジで初対面なの。いやでもちょっと顔出しとかね、えまだ許可取れる年齢でもないし年齢はそらそうだけど、うん、大丈夫ですか、うん、顔出していいんかな。女性側がいいって言うんだったらいいんじゃないですか。うん、ちょっと僕は迷ってますけどね。俺には見せてよ、とりあえずね、うん、モザイクかかっちゃうかもしれませんけど、うん、確かに。いやでもめちゃめちゃ可愛いっすよ。ちょっとほんま親バカって。俺親バカこらもう大家さんがこうなっちゃうんすね。めちゃめちゃ可愛いっす。すごっ。この前さメンバーシップの動画にね、限定動画でネイビーも来てくれへんか。そうですね。自分のね子供をこうやってプリントアウトする親バカぶりやんか、うん、そういうもんなんかなやっぱり。俺もするわ。俺なんか変わったなと思って。本当に。あ、そうなんですか。マジで変わった。すぐ帰る、とにかく。確かに。それはもう早く1秒でも早く会いたい。うわー。もう昔はね、お深夜の撮影終わったら一緒に領収書に行こうかとラーメン食いに行ってたんだけど、はい、もう帰るから。可愛いやつ待ってるからみたいなね。スーラータンメン食ってる場合じゃねえ。ささ食ってる場合じゃねえ。31か。もう、まあ、31ですね。そこでその雑なボケ何。まあそういう年か。まあね、確かにね、うん、もう先越されてますわ、僕は。本当にそうですよね。俺はもうミョンっていう巨大なね子供を抱えとるからジャイアントベイビーです、私は。そう、はい、きついっすね、ミョンの赤ちゃんプレイ。やめてよ、もう言えなくて。せめて言葉だけにしたの。名刺で見れます。切れてよ。やめて。すごいね、今日の動画。こんな日がだって来ると思わなかった。って7年半ぐらいですか今 YouTube って。そうですよ。トヤくんが自分の家族を連れてきて画面の前にさらす、信じられへん。なんかすごいっすね、うん、小雪さんからしてみたら。信じられない。あんなね人の車の小銭盗んでた人が親になってるってことですから。すごいっすね。でもあのベビーカーもいいやつなんでしょ。どうせ8万ぐらい。え、ミョンのチャリ。ほんまや。ミョンのチャリ以上やないかい。そう、中に金塊入ってるんですよ。
金塊どういうこと。ロイティさん家にあった金塊を密輸してるシーンを撮られてしまった。怖すぎやろ。ダブルで撮られちゃってるじゃん。あ、じゃあ本当に自前のベビーカー。いや、もちろんもちろん。今ここまでやってさ、はい、嘘でしたとかってほんまに炎上するよ。そうよ。中身は金塊なわけはないです、さすがに。あ、金塊はどうでもいいから、ベビーカーは本当に自分のやつ。いや、そうっすよ、買いました。お金かけるもんなんやな、ね、グリーンカラーでさ、グリーンカラーな、はい、グリーン、グリーンなんだ、はい、じゃあ自分のイメージカラーはそうそうそう、ちょっとアピールして、アピールしてバレるやろ本当に。何それ隠す気あんのそれ。こだわりのポイントもあって、うんうん、あの装飾つけれるんですよ。おう、ピラミッドと星をちゃんと東屋のって書いてあるのか同じやん。本当によ、本当に。五老星であり、ナミュールです。ヒント多すぎるやろ。ギザのピラミッドやと、うん、画面見せてくれるのほんまに。あ、やりますか。じゃあちょっと連れてきてやんな。もう対面ですわ。もうドキドキするわ。僕も会ったことないから。マジで言ってる。おい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 、もうめっちゃドキドキしてます。どんな泣き声すんだろうな。泣き声、女子スタッフがみんなでわーわー言ってるもん、うん、もう廊下で。大丈夫なのかな。おー、かわいいね、かわいい。いや、かわいいね、かわいいね。わー、来たー。かわいい、わー、来た来た、わー、来た、かわいいね、来たー。思ったよりでかいな。そう、思ったよりでかかった、びっくりした。ちょっとまだ子犬ですよ。犬種？犬種、ポメラニアン。ポメラニアンのトムくんです。聞いてない、トーヤ D トム。はは、 D にしよう。トーヤ家の新たな仲間。ほら、この笑顔見て。成長したらどんだけでかなんの。100メートルぐらいですかね。100メートル、え、ペリーみたいなもん。トリコの。え、そこそこじゃ大きくなるの。そこそこ大きくなるよ。え、モロみたいになる。お前さんが救えるのかみたいな。なるなる、あ、なるなるんや。えぇ、怖い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 。なりません。何やねん、そっち。ポメラニアン小型です。ポメさん、ポメラニアンのポムくん。なるほど、はい、もうなんか餌やってるんですけど、知らないなんか卵ボールみたいな食ってる。あ、そうそうそう。何歳、うん、11月生まれなんで、うんうん、5ヶ月。えー、まだじゃあ0歳なんだ。そう、まだ0歳5ヶ月です。それはベビーカーも乗りますよ。おお、じゃああれ犬用のベビーカーとか。そういうことですよ。え、何、ベビーカー乗せなあかんの犬って。重くなってきたんでね、想定より持つのが辛くなる時があって。ちょっと待って、この絵面何、トーヤが犬に餌あげてるって何これ。いや、かわいい。待って、サブちゃんやってた時なんか猫カフェ行って猫にめっちゃ嫌われてたやん。ありました。あー、もう来た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 。かわいい。おー、すごい。聞いたことない、これ。え、ちょっと、え、泣き声どんな感じなの。え、それは自由には泣かないです。ボタンシステムじゃないんだね。え、ちょっと泣いてみて。ポム、泣いて。困ってる困ってる困ってるよ。ほら、どういう時に泣くんですか。ご飯が欲しい時とか、遊んで欲しい時とか。ポンもおとなしいな。なんか聞いてた話とちゃうな。めっちゃ暴れるって聞いたから。外づらいんよ。あ、そう、そう、あの、イクと一緒ですわ。なんで急にイクが。めちゃくちゃ綺麗やな。綺麗よ。なんで急に買おうと思ったの。神木家行った時にワタくんいるじゃないですか。ああ、ワンピースマニアのね、神木健二くんね、はい、あの、大変触れ合いさせていただきまして、はい、うん、彼女とも話して、はい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 、買いたいねってなって。じゃあ神木くんところのポメ、あれもポメやったよね。あ、そうそう、ポメのね、茶色い子だと思うんですけど。そうそう、あれの影響で自分のところにもポムが来たと思う。そう、ポムが来た。え、その名前の由来は、そのやっぱポンポンブリンが好きやから。そうですよ。なんでなん、ポムポムプリンってゴールデンレトリバーの男の子って知ってます？ゴールデンレトリバーちゃうやん。ゴールデンレトリバーはさすがに飼われへんのよ、この東京砂漠では。東京砂漠って言い方すな。ちょっと待って、なんでナミュールにせんかったの。いや、うまやん。食べないよ。まずギャンブルに支配するの、頭の中が。なんでナミュールせんかったの。いや、だからサメやし、馬やからよ。だからナミュールやったらさ、ワンちゃん略したらナミって言ってたかもしれない。ポムですよ。ジェイガルシアサターンとかつけてますか。嫌だよ。なんか虫けらめとか言って虫食い出した。嫌じゃん。嫌だな。ちなみにミョンは今大丈夫ですか、うん、犬嫌い。結構僕犬苦手なんで今。いや、でもミョン今日の服犬が好きって書いてる。嘘、嘘やん。何を嘘ついてんの。
そういう日もありますよ。ちょっと柴犬は昔飼ってたんですけども、そう、さくらっていうね、俺に全く1ミリも懐かなかった犬がいるんですけども、うん、ポムはちゃんと主人であるトワ君に懐いてるの、まあ懐いてる感じはしますけど、まあ懐いてるんですけど、うん、グアムとかやっぱ行ってる時は、うん、動物病院に預けたんですよ、ペットボトルもやってるんで、はいはいはい、普通犬って動物病院嫌いやなって思ってたんですよ。でその動物病院でちょっと忘れ物があったんで後日取りに行くことにしたんですね、はいはいはい、で、まあ、ちょっとポムそのまた注射と思ってビビったら嫌やなと思って動物病院行ったら、動物病院にすごいノリノリで入っていくんですよ、このでなんかお姉さんが出てきてくれたんですけど、もうお姉さんに尻尾ブン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 って振って、あ、びっくりしたね今ね、で、まあ、振って、あの超懐いて飛びかかってるんですよ。で俺がじゃ迎えに行くじゃないですか、あ、尻尾ブンブン振ってくれるかなと思ったら尻尾もこんなんで、もうお姉さんの方ばっか見て、あ、もう帰るのみたいな感じで見てくるっていう程度で、その子はね、キッショって言いました。もうね、いやもう親バカなのよ。トラさんが。そう、なんかグアムに行く時もね、その動物病院で預ける時も写真撮ってたらしいけど、うちの女性スタッフにこうってスマホでね、その時の様子を写真こう見せながら、ほらなんかポム寂しそうな顔してるやろとかってこう見せてくる。会話がキッショやろなんか。そんなこと言うなよ。あの遠いがだよ。確かにね。うん、寂しそうな顔してたって。いや俺気のせいやろって言ったら、そうなんよって、そんなことないよ、ステーキ食いながらグアムでめちゃくちゃ怒ってたから全然泣けへんやん、そして一番すら聞こえないですね、うん、犬って意外と泣かないんですよ。でも賢いですね。甘いねやないかおすごい、サイレントドッグや、サイレントドッグや加入でじゃあ、ミョンごめんな。俺え、なにその、一人出ていかないといけないシステムなの入ったら、うん、そうだよ、一人出てたらね、一匹入ってくるから一匹、うん、じゃあ写真撮ろう。やっぱ写真やって、写真俺、犬と写真撮って久しぶりやな。確かに怖い、ふんがふんが来る。うわ、怖い多分全然笑顔じゃなくなったね疲れた、めちゃくちゃ髪の毛くんのかな、ね、怖い、ちょっと濡れてもこの辺、いや怖い。犬は俺さすがにちょっと今飼われへんから、うん、大変よ、家族を増えるんやから。いやそうですね、子犬なんでね、よりねちょっと大変なところはありますね。そう、しつけできてるのちゃんと。なんとか頑張ってますよ、しつけ教室とかも行ってるんですよ。部屋入ったらもううんこだらけになってんのかいやまあ一応そういうことにはなってないんですけどうん、うん、まあ、一歩間違えればそうなってもおかしくない卵っちやないかなるべくね見といてあげないといけないって。あ、そう、もう限界やね、ここでおとなしくする限界なの？わかる、わかるの？お疲れ様でした。わかるの？そんな、え？お疲れ様でした。あれ、もう、おー、帰ってくる。ああ、なんか帰ってきた。なんか、セカンドバッグ持つみたいな感じだったの？これ。ということでね、ポムを紹介する日が来てしまうとはと。いいよね、ペットなんかな。あれ見たら飼いたくなるんだよな、ちょっとな。え、本当ですか？そう、俺ね、数日前、数週間前、うん、もし俺に犬とか猫のペットを飼った時は彼女ができた時と思ってみたいな言って、言うてました。あの時ぐらいちょうどなんか、そういう話で盛り上がったの。あ、そうそう。で、大谷翔平選手も、うんうん、あの声明出してたじゃないですか。うん、あのデコピンのせいで。デコピンね。で、僕も声明出したんですよ。うん、ポムなんですよ、ね。そう、ちょっとずつ、だから匂わせをね、自分のストーリーでもほら、スタッフがやってるやつ、ちっちゃいワンコ、右下かなんかに。あ、そうそうそう。自分の犬使う。ポムやらしいわ。でも何人か気づいてたよな。いや、そう、この犬どこのですか、うん、みたいな、フリー素材じゃないことを見抜いた天才たちがいて、すごっ、親バカってこうなんやな。ビゴライブがちょっと家でできなかったのも、うん、そうそう、やっぱ家やとね、めちゃめちゃ吠えよう。なるほど。ずっとだからスタジオでやってやん、なんかグアムのお土産プレゼントの時もさ、うん、はぁー、そうそう、伏線だったんだそれ。もう優作くんぐらい内弁慶やからね。どういうことだよ、なんかっけえないやん優作くん。とわくんがなんか親になるっていうの、いや本当によしよししてるの見たことなかった。犬な、犬、そうだからさ、グアム行ってもその辺に結構犬いるんすよ。はいはいはい。追っかけ回して、追っかけ回してないよ、仲良くなろう。いやいや、追っかけ回して普通に写真撮って、知らん犬とね。でその時もさ、俺らピンマイクをお互いつけてるの、はいはいはい、それ遠隔でその飛ぶんだよね、音声が。あ、はいはい。で俺のソロ撮影の時とかも東亜くんの声は録音されてんの、うん、遠くで犬追っかけ回して、はーっていう音入ってんの、俺のソロ撮影の迷惑なの、ほんまに。それダメじゃないですか。いやでも動画には音声乗らんから。あ、なかったよかった。そうそう、でもまたの記録の中に。いや俺も入ってきてるからね、スタッフのイヤホンにはね。そう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 、あれからずっともう犬ですよ、はい、もう今日もね、多摩の方までドライブで行ってきた2人、はいはいはい、そしたら犬歩いて、あれスピッツだ、
犬種をすぐ言う。ポメラニアのね、上位互換種じゃないんですけど、上位互換種じゃないんですけど、なんか上位互換でかい種なんですよ、ちょっとでかい、ポメラニアのちょっとでかい版みたいな。スピッツはで、その上にサモエドがいるんですよ。サモエド、そう、サモエドがもともと新種の魚。あ、いやいや、サモエド、でかい白い犬。あ、全部白なの。あ、白白。へえ、白いいね。そうで、そのジャパニーズスピッツも、まあ、基本的に白、でポメラニアンは、まあ、神木家の和田君とかもあれ茶色ですけど、うちの子も白じゃなくてクリームなんですよ。まあ、いろんな色がいるよっていう感じなんですよね。ドイツ生まれですから。え、これドイツ。そう。え、あ、こいつはドイツ生まれじゃないんですけど、もともとポメラニアンはドイツなので。あ、ドイツの犬ってこと。そう、だからあのヒトラーも多分ね、ポメラニアン。急に。いや、皆さん、ヒトラーって南極とかにも行ってたし、ね、これなんで行ってたかっていうと、あの未知の技術、宇宙人の技術とかを手に入れるために南極とかにも行ってたわけなんですよ。で、このポメラニアンってのはドイツで生まれたこの犬種なわけなんで、これはもう間違いなく使われてます、未知の技術。未知の技術。ポメラニアはなぜこんなに可愛いかっていうと、もうそれは宇宙人が人間にとって可愛いであろうと思う、もう遺伝子が全部組み込まれてるんですよ。ポメラニアンの可愛さっていうのは、もう宇宙人が仕掛けてきてるんですよね。だからあいつらは、あいつら宇宙人のスパイなんですよ。これはですね、宇宙人の技。ヒトラーも多分目つけてましたね。ああ、そう。そう、だからこそドイツで生まれたんですよ。へえ。どうしました？いや、もうちょっと、犬をチラ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 してるわ。はい。いい顔してるよ。いい顔しよう。あれだ、トリマーとか行くの？お、行ったんすよ、この間初めて。いや、え、一回トリマー行くといくらかこうなるのって。1万円ぐらい。コミョンと同じぐらいかな。本当にそうです。本当にそうだから困ってるんですよ。人間様と同じぐらいかかるってこと？かかる。すごいね。僕1500円のとこ行ってたんですから。ミョンの半年分かな。そう。愛を知らない東亜くんがちゃんとね、こうペットね。だから、宇宙人の技術ってのがすごいんや。関係あらへん。急に、うん。秘密結社でしょ、ここ。あ、そうですよ。都市伝説の花さんと。あ、そうです。今見させていただきました。俺ほんと固くなり合わなかったの、今日の日までね。そうですね。散歩がてら来るのよ、スタジオまで、のこのこと。はい、ちょうどいい距離なんでね。なんだそれと思って。元気なんですよ、ポメラニアンの割に。ポメラニアンって、なんか普通、もう30分も散歩を1日1回行ったら、もう十分みたいなことを、聞いてたんですよ。で、なんなら、毎日は散歩行かんでも大丈夫な犬種ですみたいなのを、なんか獣医の友達から聞いてたりもしたんですよ。いいね、毎日40分とか1時間とか、いい運動なんていいよ。ちょうどいいんやけど、もう散歩を行くぐらい元気な子なんですよね。で、これも獣医の方とかも、この子は確かに元気やからもっと散歩行ってもいいかもねみたいな、ね、あのしつけ教室の先生とかもそういう感じで言ってくれるんで、いいじゃん。やっぱりね、すごいパワーがね、あるんですよ、ね。パワー3の数字みたいに言いますけど、俺もなんか巨大なペットのミョンをね、はい、夜中の2時か3時ぐらいに足立区までラーメンを食べに連れていくから散歩で。まあ、でもミョンもね、3文字の名前なんでね、あ、ミーがつくしミョンだよ。そう、パワーがあるんですよ。確かに美味しいね、明太子ご飯食べてクーンって僕も言ってましたよ。言った今日癒し会だな。なんかどうですか、その3月3日のイベント終わってからの今の心境まで含めて。俺3月3日話そうと思ってたんやけどね。え、何何犬買いましたって。いやー、でもそれのびっくりするでしょ。でもなんか順番ランダムやったじゃないですか。ボールで引いて、まあ、引いた順番に早押すっていう感じだったんで、あんまりなんか話す空気感じゃなかったんですよね。まあそれはね、真面目な感じの空気感やったんで、今この話も滑るなと思って。うん、確かにブレるね。そう、今日じゃないかったかーってなって、バール持ちながらミョンからマイク奪って言おうかと思ってたんですよ。怖いな。そうだよ。お母さんによると、あのザ・サイレント・ドッグの曲もあの犬聞いてくれてるらしくて。あ、そうなんですよ。やっぱ家なんで、そのまあ大きな音にもある程度ちょっと、まあ慣れてもらおうということで、まあ、ちょっとずつその音量を大きくしたりとかして、その生活音とかにも慣れてもらってるんですけど、そんな中ですね、やっぱいろんな曲を聴いて、まあ、だんだんでも慣れてきておとなしくなってるんですよ、基本的にも。音楽流れてても、もう睡眠してますみたいな感じになってきたんですけど、ある曲だけ聴くと、ボートとかすんですよ。ボート？その何の曲なの？まあやっぱりね、ミョンが歌うウルトラソウリュウケン。え？
あの曲は多分特殊な電磁波が出てるんでしょ。電磁波ちょっと嫌だな、周波数じゃない、陰謀論やん、電磁波電磁波があの曲だけ吠えるんです。4のだけ、4のだけ、なんでやろ。試しに俺のバージョンを流したら、はいはいはい、吠えなかったんですよ。じゃあもうご主人の歌を取るなってことで怒ってるんですかね。ご主人のね、ちょっと流してみる。今吠えたらマジですごいけど、新しい場所で絶対吠えへんから。お生歌じゃないんですちょっとじゃあ一回連れてきますか。じゃあ連れてきて、じゃあ行きまーす。はーい、ボートとかしてる途中あ、凶暴になってるこれなんか噛んでますけどね、めっちゃ目が散るってますけど、怖い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 めっちゃ噛んでる目一定ボートで大丈夫まあこんなもんですね、まあ、どういう映像だよこれまあまあまあちょっと暴れだしたけど、まあくまでは至らない、まあ、慣れたんじゃないですか。わ、逆さまになって、これどういう現象これ。遊んでもらってるって現象です。触っても大丈夫か。触っても大丈夫ですよ。あ、噛まれますよね。あ、うわぁ、あ腕が、腕が金塊の主、大丈夫ですよ、はい、この人ね、ザ・サイレント・ドッグやってるんよ、ポン。めっちゃなベロ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 いい映像今日の動画が良かった人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。高評だったらまたあの出ていただけるかもしれません、あのポンポン。はい、はい、めっちゃ感動るよ興奮しちゃったのかな、ウルトラソウル拳でボート浮かしてます今ボートです。じゃあねー、はい、バイ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 